ユンホは、韓国出身の男性歌手、作詞家、作曲家、編曲家、モデル、タレント、俳優。2004年2月にデビューした歌手グループ等方針期のメンバーでリーダーを務める。日本では、エイベックスエンタテインメントに所属し、2005年4月にデビュー。韓国や日本にとどまらず、中国、台湾、マレーシアタイなどでも公演している。本名、 俳優名は、チョン・ユンホ。韓国での芸名は、ユノ・ユンホであるが、のシーン・ジボが弱化して、ユノ・ユノとなる。日本の公式プロフィールでは、ユンホと表記している。日本版の曲タイトルや作詞曲名は、ユンホと表記されている。韓国版では、ユーノー。小中学生の時からダンスに熱中しており、オーディション第1回 SM ベスト選抜大会に参加。 ダンス部門で1位となり、2000年末に14歳で SM エンタテインメント練習生となる。練習生の時は、自宅がソウルの事務所から遠かったために、ジュンスの実家やジェジュンのアパートに宿泊させてもらい、レッスンに通っていたこともあり、駅のホームで寝泊まりしていた時期もあった。また芸能界入りに反対していた親に、ダンスを見せて説得した経緯がある。デビュー前、 ダーナのバックダンサーなどで舞台の経験をした。2004年1月に東方新規としてシングルハグで韓国デビュー。2005年4月にシングルステイウィズメトゥナイトで日本デビュー。レインボー,ロ,ーロマンスソウル青春白書に新規財閥の音蔵詩雲法役でゲスト出演。2006年10月14日韓国で番組収録中にファンを装った人物から渡された。 接着剤入りのジュースを飲み入院。日本では11月1日、ミュージックオン t v プレゼンツプレミアムライブで仕事に復帰した。後に、トーク番組で、スタッフだと思った人からもらった、オレンジジュースを何も考えず飲んだと語っている。2010年、韓国のミュージカル、宮に、主演の交代指針役で出演。2011年2月、明治大学校公演芸術学部を卒業。 6月5日、SBS 表情のバラエティ番組、日曜日が良いキムヨナのキスクライでマイケル・ジャクソンの曲などに合わせてスケートを披露。クラウディア選手のパートナーを務める。2012年、ボアのカムバックステージでダンス共演。12月、SM エンタテインメント所属の歌手が結成したダンスユニット、SM ザ・パフォーマンスに参加し、スペクトラムを発表。 ユニットは、東方新規のユンホ、スーパージュニアのドンエとウニョク、シャイニーのミンホとテミン、エクソのカイトレイの7人で結成。12月29日に SBS の火曜大祭典にて披露され、30日から配信された。2013年3月19日関西テレビのドラマ、さきの最終話にカフェの客役としてチャンミンと共にゲスト出演。 8月に公開された、ボア主演の映画、メイク・ユア・ムーブにダンスシーンで、カメオ出演。9月22日から9月29日ドキュメンタリー、番組、希望ロード大調整の企画でガーナを訪問。ノーアイと欲望の果てにペック・ドフミ役で出演。最終回が2013年上半期ドラマ視聴率1位を獲得した。2014年2月16日 SBS スペシャル。 番組、決心1万時間に出演。8月1日より昨年韓国で出演した、ノーアイと欲望の果てがテレビ、東京韓流プレミアでも放送されることが決定した。2015年7月21日、兵役のため芸能活動を休止し、入隊。2017年4月20日に除隊し、7月8日の SM タウンライブワールドツアー6インソルデステージに、復帰。 メロフォリックで俳優業に復帰したミニアルバムミニアルバムデジタルシングル韓国日本韓国日本韓国韓国,日本韓国,韓国,韓国ありがとうございます